ATR72 から500イランアーセマーン。航空はイランテヘランに拠点を置く航空会社。国内線及び中央アジアペルシア湾岸への行きない国際選定キロ線のほかチャーター便の運航も行う。主とする拠点はテヘランメヘラーバード国際空港でシーラーズ国際空港とマシュハド国際空港、ドバイ国際空港をジュンハブ空港としている。 イランアーセマーン航空は1980年に設立された。イラン国民年金基金投資会社に保有され、現在民営化が進行中である。2007年3月現在の従業員数は1298人。イランアーセマーン航空は2007年2月現在以下の都市空港に就航している。2019年10月、イランアーセマーン航空の機材は 以下の通りである。2018年2月18日、テヘラン発アースー事故のイランアーセマーン航空3704便、ATR-72 がザグロス山脈に墜落。乗員6名、乗客59名全員が死亡した。AB、ディレクトリーワールドエラインズ。フライトインターナショナル、P94、イランアーセマンエラインズフリートディテールズヒストリー。 www.planspotters.net2019 年10月27日閲覧スホーイ SSJ-100 のイラン輸出に未アメリカから返答なしフライティムニュースフライティム2019年10月24日閲覧ありがとうございます